12月3日富波涼子のシャンソン千夜一夜。富波涼子のシャンソン千夜一夜。古いアルバムと一緒に見つけた昔の歌。こんばんは、富波涼子です。メロデです。戸川雅子です。渡辺克彦です。12月の3日ってもう早いですね。もうありましたね。もう1年過ぎて私こんなに暑い、ま、ひめくり、ま、ひめくりあんたひめくりよ。そうよ、ひめとか言った時って姫始めた。そしたらもうあとほんと 10, そうですよ、ね、10枚打たらして終わりですよ。そうね、本当ですよね。もう私ぐらいになりゃさ、もうあそう飲んだ。でもひめくりってやっぱりだってこんなに暑いのよ、ね、365枚だもんね、うん、それがもう14枚ぐらいでしょ、ね、なんかね、あの寂しく、ね、なっていきますよ ね、 そうですね、うん、でもね、そういえば、まあ、先日、うん、あの今年なんかはね、岩谷時子さん、はい、なんかもう90何歳とかで、ね、ね、ほとんど越しぶきさんのほとんど全部でしょ、うんうん、そうですね、だ随分私たち、うん、彼女の詩で、うん、訳詞、うん、訳詞でシャンソン歌ってるよね。日本に受けそうな訳詞なんですね、日本人。そうなの、そうなの、うん、それであのやっぱりシャンソン界あの人がいたからね、すごく、うん、星井さんやっぱり宝塚から流れてるからね、うん、あのシャンソンっていうのは、いや、岩谷さんの詩はね、自分もあのよく歌わせてもらってますけれどもね、結構やっぱりいいですよ、うんうんうん、なんていうか日本のシャンソンっていうとね、やっぱりこう、うん、あの岩谷さんの詩っていうのが結構大きかったんじゃないですかね。岩谷さんと中西ですよね、うん、分かりやすいですね、うん、いや、先生なんかどうだったんですか、あの、ね、知り合いだったんですか。あともう一人は徳川雅子さん、その3人がね、そう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 、シャンソンを生活ね絶対そう思う。いや、だけどもう私はだから越井さんのずっととにかく気に入ってで見て、あの人のねステージをで岩谷さんがいつでもそこに寄り添っていた人だし、うんうん、だからやっぱりね、なんかあな、でも随分何歳だっけ、94とか3とかって、ね、かなりね、はい、だから、まあ、でもやっぱり貢献どんどん高い方よね。そんなわけでね、うん、なるほど。会ったことあるんですか。会ったことありますよ。ありますけども、うん、なんかやっぱりね、そういうふうな、もう越井さんの、あ、なるほど、そういう、まあ、マネージャーもなされてますよね。写真見ると地味な感じの人ですよね。そうそうそう、とっても地味な方でね、本当にひそーっと許さってた、さあそれでじゃあその、ね、ぜひですね、そう、若い越井吹雪さんのね、愛の讃歌を、これ岩谷時子さんの詩でございますんでね、ぜひ聞いていただきたい。あなたの燃える手で私を抱きしめて、ただ二人だけで生きていたいの、ただ命の限り私は愛したい、命頬を寄せ燃える口づけを交わす喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらない、ただあなただけ生きてゆくのよ、私の願いはただそれだけよ、あなたと二人たち抱き合い、燃える指に髪を絡ませながら愛しい
ために音がちょっと聞きにくかったと思いますが、うん、いやでもこれがなんていうかね、やっぱり味っていうかこう時代を感じさせるしね、レコード、レコード、本当にまさにレコードの時代ですからね。もう本当に違うんだもん、だって声が全然、うん、うん、私が聞いてるところっていうのもっとうんと低くなっちゃってて、うん、で歌い方全然愛の坂のまるで違うし、うん、経験がいろいろしてる、うん、そうでしょう、そうでしょう。だからね、やっぱりシャンソンっていいんですよね、長く歌えるじゃないですか。そうですね、いやそのどん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 ね、うん、声の質もどんどんどん低くなってくるし、うん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 、先生も随分変わってますよね。全然違います。トマさん水に流すと若い時のかな、これはね違いますよ、これは、うんうん、最近のですけど、最近だと思う、うん、またね昔のね戸川雅子のやつなんかもこう綺麗なね、なんかいい、まあ、自分で言っちゃ変だけど、うん、自分で言っちゃ変だけど、ビロードの声って言われちゃう、ビロードの声が、あの何こう、あのトタン屋根をガリガリガリそんなことない、いや本当とっても素敵ですよ本当に、いやいや、でもねこういうのもねやっぱり楽しみの方の一つなんですよ ね、 そうですよね、の時代の歌い方も、うん、変わっていくし、うんうんうん、声も変わっていくに、ね、必然的に変わるよね、うん、気持ちが変わると声も変わるじゃないですか。そうですね、聞く側にしてみたら、経験をね積んでいけば、うん、そう、聞く側の神経気持ちによっても受け方も変わってくるしね、これはね、うん、大変さまですよこれね、ほんと、だからね、まあ、ねばならぬじゃない歌っていうのはシャンソンだというのが本当に、その人によって全部違うからね、愛野さんが、いやまさにですね、うん、格言でございます。なるほど。大桃なんていうのもね、うん、はい、昔の声なんていうのも残ってるのかしら、わからない。なんで急に可愛い子だな、急になんかおぼこ娘みたいになっちゃって、わからない。あ、そういうことは水に流して、はい、うまいですね。ピアフの、はい、歌った水に流してを、うん、戸川雅子さん、ね、はい、じゃあお願いいたします。はい、忘れるだけ、思い出に火をつけてみんな燃やしてしまったと、何もかにも全て忘れ、初めから出直すのよ。始まるのよ。流して、もう私パリに、うん、そう先日ね、だってパリでパリデビューですから。そうなんですよ。それでパリに行った時に、はい、この水に流しての作曲したシャルル・デュモンっていう、はい、もういい年85、86もっとかな、の方、しっかりした方で、はい、ピアノで弾いてくださったんです。うん、水に流して、それで、うん、私はパリの、はい、ベルビルって教会で、うん、ピアフの、はい、うん、ミサがありまして、うん、その時に歌わせていただきます。その後、うん、あの着物でね歌
歌いまして、うん、ポーネーとか言われてね、だったのね、はい、じゃあポーネー富南良子なんて、すごい、なんかだってこの間映像を見させてもらったんだけれども、なんかブラボーとかなんとかのね、あだって和服でだってあのシャンソンを歌う方ですからね、そうだったブラボーで、いろんな国の人の、うん、ピアフがいかに愛されてたかっていうのでね、いろんな国のだから日本語で、没後50年ってのあれね、そう、うん、まあそうなりますね、きっと ねえ、うん、もう忍んでってもうなるほど、きっとそう、偉大なね、偉大な戸川雅子さんに、いやいやいや、何言ってんだよ、まだ生きてるけど、私はあら没後50年ってもう没後50年にされちゃってるちょっと間違っちゃった間違っちゃった面白い、これでドキドキしてる言わなきゃ、そう、もうそんな心配してる、まだまだ心配してる、いやドキドキですよ、まだまだ、はい、そうですか、魔女のね、あれですから、はい、魔女の2人の会話ですからね、もうこれ、いずれにしてもピアフさんって最終的にはどんな障害を負えたんですか。もう男酒、うん、音楽、あ、それは、ね、あんまり大きなこと言わないで、普通ね、日本のピアって言われてる、いや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 、うん、いやドキ、ね、そうね、うん、そうですか、でこれはもう再起不能って言われて、事故をよく起こした方で、うんうん、ね、でボロボロ、お酒と、うん、あの薬ですね、だからまあ、あの麻薬とかそういうのね、それでボロボロってもうダメって言われた時に、うん、このシャルル・デュモンっていう人はこの曲を持って、うん、あの来たわけですよ、うん、でも歌ったってすごいね、その人、うん、そう、すごく気さくな人なの、うん、でも全部サインしてくれて、うん、あのなんて、うん、楽譜に全部サインしてくれてね、でも若い女つれ連れてましたよ、あんたじゃダメだった、うん、もうっていうの、海外しかやってました、男はいくつになってもモテるんだね、やっぱりね、まあ、本当に、うん、そういうことで、ね、今日は、ね、どんなワインを紹介してもらいましょう、ワインコーナーですね、今日は12月ですね、はい、トゥール・ジャルダンの初代ソムリエ、自称ダイアナ妃のつむじを見ながらサーブしたという今井氏がセレクトしたワイン、うん、ディルカマーラとスカーノロッソ、これは濃密なタンニン、口に含むとサクランボやスパイス、リッチなアロマ、そして滑らかな果実感と混ざり合う絡み合った複雑な味、うん、辛口なのにまろやかでベルベットのような舌触り、私だわ、そう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 が、そうなの、ちょっとこのラベルの絵を見て、この女性、なんか戸川さんに髪型となんか似てません、これで有名なんですよ、戸川さん似てるって戸川さんも一度見たら忘れることできないんですけれどもこのワインの名前はデルマカーラ、舌をかみかみなんですが、歌劇愛の美役を売る薬売りの名前だそうで、美薬ってどういう薬なのかな、あの、ね、あ知ってる、聞いたの、使ってます、使ってませんか、美薬まだ使ってませんでしょ、美薬ってなんかね、あるらしいですよ、素敵ですかね、なんて読もうと読もうと、私たちが飲んでたら怖いよ、ね、そう怖いじゃあこの辺でじゃあ乾杯、はい、をしましょう、はい、じゃあでは、デルマカマーラトスカーノに乾杯、はい、乾杯、ということで、そうそう、お別れです。お相手は富南良子とネロ戸川雅子、渡辺勝子でした。それじゃあまた、ごきげんよう、ごきげんよう、おやすみなさい。この番組はワインバーベーネ、昼下がりのサンソニエコーリンの提供でお送りいたしました。懐かしあの歌、チャンネル登録はこちら、あなたは愛に満ちた。